大変長らくお待たせいたしました。長崎を11時10分発小倉駅特別急行かもめ10号です。列車の順序後の方から1号車2号車3号車の順に一番前7号車まで7両を伝えております。各車の号車番号は出入り口上の方に表示いたしております。重積は一番後の車1号車と前3両の車5号車6号車7号車が重積です。指定席は2号車3号車4号車は5人指定です。指定席は2号車と3号車4号車は5人指定です。禁煙車は指定席が3号車重積が7号車です。3号車と7号車は禁煙車です。おタバコはこれにでください。これから終点小倉までの止まります駅と着きます時刻をご案内いたします。次の停車駅は諫早です。11時29分に着きます。肥前鹿島12時24分佐賀12時51分鳥栖13時8分二日市13時20分博多13時31分博多には13時31分森尾14時14分黒崎14時20分戸端14時27分終点小倉到着は14時34分の到着です。終点小倉には14時34分に着きます。この列車には食堂車は常に乗りません。車内販売員が乗車いたしておりますのでどうぞご利用ください。進行中列車の道具などで涙など荷物が落ちる場合がございますのでよく整理方お願いいたします。くずもの入れは各車の出入り口と支援便所に備え付けておりますのでついでのりで結構です。皆様方のご協力をお願いいたします。本日は特別急行かもめ10号をご利用いただきましてありがとうございます。この列車の乗務員運転士は長崎キャンプの山口です。車掌は長崎車掌の松尾です。終点までご案内方々をお待ちいただきます。よろしくお願いいたします。諫早、肥前、鹿島、佐賀の順に変わります。仙台方面に鹿児島行き特別急行割駅23号は13時42分発車です。6番乗り場で34分の待ち合わせです。九大線経由の別府行き急行 U3 号は13時50分発車です。6番乗り場で42分の待ち合わせです。大分行きの普通列車は15時4分発車です。時間があります。鹿児島本線の上り木山春田方面の門司港行き普通電車は13時14分発車です。この列車の到着ホーム向かい側1番乗り場で6分の連絡です。
トスを出ますと次は二日市です。ご乗車ありがとうございました。トスに着きます。新聞、雑誌、その地方の特産品などを販売いたしておりますので、ぜひ売店でのお買い物は国鉄直営の毎単ショップをご利用くださいますようにお願いいたします。また博多駅では5番、6番乗り場でうどんそば店を開店いたしております。営業時間は7時から19時15分までとなっております。旅行中のお客様や列車待ち合わせ中のお客様に手軽に利用できます。手軽に利用できる店としてお一度お待ち申し上げております。どうぞご利用くださいますようにお願いいたします。次は博多です。大変お疲れ様でした。あと4分で博多に着きます。到着ホームは左側4番ホームの到着です。お忘れ物をないようにご注意ください。博多に着きます。列車は2ホームと遅れて到着いたします。乗り換えのご案内をいたします。鹿児島本線の上り吉塚加市方面の門司港行き普通電車は13時49分発車です。この列車の到着ホーム向かい側3番乗り場で16分の待ち合わせです。小倉前の大分駅特別急行日輪21号は13時55分発車です。地下道を通って2番乗り場へ行かせてください。22分の待ち合わせです。佐世保線経由新飯塚行きは13時35分発車です。地下道を通って5番乗り場へ行かせてください。新幹線東京行き光26号は13時41分発車です。新幹線11番乗り場へお越しください。8分の連絡です。各駅に止まります広島駅小玉546号は14時18分の発車です。新幹線12番乗り場へお越しください。45分の待ち合わせです。目の浜唐津方面の地下鉄線つくしの越しの方は出口を出て一応出口を出て地下鉄乗り場へお越しください。ご乗車お疲れ様でした。博多に着きます。博多を出ますと折りを殺す先戸端終点小倉の順に止まります。お疲れ様でした。博多に着きます。